ガーゴイルの魅力を知りたいなら僕が教えてやろう。遠慮することはない。我が研究会は常に同志を募集している。まだ入会希望者が来たことはないが、周知が足りていないのか。悠久の時を歩むガーゴイル、その風情がお前にも伝わっただろうか。共に鑑賞しに行くか。この服は水しぶきをものともしない。水を吐き出すガーゴイルをそばで眺めるには最適な格好だ。山を愛する貝、いい名前だ。僕もそのように思いを込めた名の貝にすればよかったかもしれないな。水を通すからくりはなかなか難しい。自分で作るようになってガーゴイルの奥深さをより理解できた。ガーゴイルは恐ろしい風貌と評されることが多いが、愛嬌のあるものも多い。表情を見比べるのも一興だ。気持ちが沈んだ時は上を見るといい。そこにガーゴイルの姿があれば気が紛れるだろう。水を排出する音がうなり声のように聞こえるものもある。そういう点が人の子に恐れを抱かせるのかもしれない。学園に会の発足の申請をした時、本気かと何度も確認された。研究対象として馴染みがなかったのだろう。ガーゴイルについて書かれた書籍が届くことになっている。放課後は急いで図書館に向かわなければ。総合文化祭ではガーゴイルの魅力をまとめた資料を展示した。足を運ぶ者はほとんどいなかったが、ガーゴイルの資料をどう本棚に並べるべきか、国順と年代順、お前はどちらがいいと思う？最近はガーゴイルを見るだけでなく、自分で作ってもいる。満足のいくものができたら見せてやろう。わかった。仰せのままに。お安くしておきます。僕についてこられるか、リーチ。マレウスさん、どうぞお手柔らかに。永遠に眠る。シズク。はっ。楽しもうよ。やってみるといいぞ。優しくな。今だ。元気がないな。ここは俺が。面白い。